本来2月に復帰コンサートということで開催する予定だったんですけどもコロナの感染状況というのもありましてまた延期ということになってしまいまして本日に変更になりましたでもやっぱりこう,こうしてやっとコンサートが開催というこの日を迎えることができてすごくも感謝の気持ちでいっぱいです。 でえっとまあ、本当に個人的なことなんですけども、えー、2月の復帰コンサート、まあ、ほんあの延期、着がきもありましてからあの妊娠が分かりまして、えー、2人目の妊娠が分かりましたでこれはすごく主人も喜んでくれましたしもスタッフの,あの皆さんとかもやっぱりこれはおめでたいことだからとにかく出産も頑張ってそして演歌歌手とし,しての活動も頑張ってねというふうに言ってくださったその気持ちに応え られるようにもう私も、えー、娘たちの、えー、自慢の母になれるように復、えー、復帰してからも一生懸命頑張りたいなと思っております。えー、本日のコンサート精一杯務めさせていただきますので、えー、応援のほどよろしくお願い申し上げます。そうですね、もうスタコラさっさと走り回っておりまして非常に非常に元気です。もうはいもうすぐ 一歳三三ヶ月になるんですけども非常に元気な子です、はい、どちらに似てますか高安あずにそっくりです <laughs> じゃあ時々はドス <laughs> どすこいどすこいとか言うんじゃないですかえっとシコ <laughs> は踏みます <laughs> す,すごく上手にはい踏んでくれますね<ー>はいお母さんがこう気持ちよく歌を歌うと、はい、体調にもいいというそうですねはいあのー、まあ長女の 妊娠中もですね、結構、あの私もそうなんですけど主人も歌が好きなので結構いろんな演歌だったりとかっていうのを、まあ、妊娠中に聴かせていったのもあってか生まれてからもやっぱり演歌がすっごい好きみたいで普通、演歌はそういうふうに乗らないんだけどなっていうような,なんかこういう振り付けをやったりとか <laughs>、はい、するぐらい演歌とか昭和歌謡とかが好きみたいですね。はい まあ本当にこう今この妊娠中にしか感じることのできない感情だったりとか思いっていうのを持ってこう素直に歌いたいなと思います。